小型映画は 35mm フィルムよりもフィルム幅の小さいフィルムによる映画のフォーマットであり、アマチュア映画あるいはホームムービーといった映画のジャンルのことである。具体的なフォーマットとしては 8mm フィルム、9.5mm フィルム、16mm フィルムがメインであり、ジャンルとしてのアマチュア映画のカテゴリーには1970年代以降民生用ビデオによる映画が含まれるが、 小型映画はフィルムのみを指す。英語ではスモールゲージフィルム、ドイツ語ではシュマフィルムと呼ばれ、いずれも小型の映画を意味する。1920年代初頭、工業の終わった作品を家庭向けに小売りするために、小型で安全な不燃性のフィルム、小型の映写機の開発が行われ、最初に普及したフランスのパテ社がリフュージョン版の家庭内上映のための パテベビー映写機の発売に続いて撮影機を発売したことに小型映画の歴史は始まる。小型映画のサークルの結成、専門雑誌の編集、発行、コンテスト等は1920年代初頭から世界各地で行われ、開発はあるものの現在に至るまで続いている。1970年代以降の民生用ビデオの開発に伴ってメーカーが徐々に フィルムと機材から撤退しているが反対を唱えたり自主的にフィルムを製造・販売する動きも世界各地で起きている。過去のフィルム作品については可燃性ではないものの経年劣化によるビネガーシンドローム等が起きておりこれを修復・保存しあるいはデジタル化する動きが起きている。パテコック映写機1912年1912年 フランスのパテ社がパテコックのブランドと共に 28mm フィルムのアメリカ合衆国のトーマス・エジソン率いるエジソン社がホームキネトスコープのブランドと共に 22mm フィルムの家庭用映写機をそれぞれ発表家庭用普及用の発送の原点であった1921年のクリスマスシーズンにパテ社がパテベビーのブランドと共に 9.5mm フィルム およびその映写機の発売を開始する。1923年、同社は家庭用の手回し撮影機の発売を開始、この普及により本格的にアマチュアによる小型映画の制作が開始される。パテベビー撮影機が発売された同年、アメリカ合衆国のコダック社が1 6ト、mm、ルフィルム、およびその映写機コダスコープ、撮影機シネコダックを発表した。ダブルと、 スーパー8の違い。1932年には、コダック社が、シネコダック8のブランドと共に、後に、ダブル8と呼ばれるようになるフィルムを発表した。1965年には、コダック社がスーパー 8mm を、日本の富士フィルムがシングル8をそれぞれ発表、16mm フィルムの左右両側に撮影するスタイルであったダブル8、方式を刷新し、 製品段階で8ト、mm、ル幅のフィルムを普及させた。ただし、これ以前にも8ト、mm、ル幅の小型映画フィルムを製品化する試みはあり、1935年のベルハウエルストレート8、1937年のアグファ、モベックス8、1956年のボルシー8、1964年の富士フィルムラピッド8、 ソビエト連邦のスベーマ社などが挙げられる。1980年代初頭、パテ社が、パテワイボー M の生産を終了、以降、9.5mm フィルム用の新型カメラは、生産されなくなった。2010年、エクタクローム 100D が、新たに発売されており、他にも2種類のネガフィルム、白黒リバーサルフィルムのトライ X も、製造販売が続けられており、 現在もスーパー8での小型映画制作は可能である。いずれもサイレントフィルムである。シングル8のフィルムに関しては、2009年6月2日、富士フィルムが同社の現行商品である富士クロム RT200N の2010年5月の最終出荷、富士クロム R25N の2012年3月の最終出荷をもってそれぞれ販売終了、2013年9月の 現像サービス終了をアナウンスした。ありがとうございます。